来てよかったですよ今日。人との出会いで J リーグも面白いけどもアイスホッケーでもすごい熱が高いチームが日光にあるんだって、ね、ドイツのワールドカップ時かな、ヒロさんあれチームなくなるらしいよってね、選手らの給料が 3,4 ヶ月遅れてみんな出だした。最初はね、サッカーでの人って何しに来たんだっていうイメージだったの、ね、白い目で見てる、何を狙ってるとかね、利用しようとしてるじゃないかといろいろそういう噂があったんですけど、ね、信頼がなかなかないんですけども、国会議員のヒントがあったんですね。選挙の時にやっぱりそこに住まなかったら当選しないんですよ、地域の人にならなかったらいけないって。それで俺は2個でマンション借りたのね。もう手のひら返すみたいに、そこまでやるなら応援しようじゃないかって変わっちゃったんですね。前の経営者から3億円の負債を抱えて自分がお願いしたら、もう知ってる人がね、バカなことするなってね、ダメだよって、潰れるよっていうこと、まあ、潰すのは簡単だけども、残す可能性あったらいいじゃないかって。一つ覚えたのは、一社じゃなくて複数のところからお金をもらって運営するっていう割り勘ですね。一人でおごられてる時代はね、その人がおごれなくなったらダメになる、はいはいはい、割り勘ってね、活発によね、みんなね、取り戻そうとするしね。だからそこがやっぱり地域を巻き込むということ。もう諦めてた企業が、もう給料払わないチームにもお金出さないところがもう一回出すようになって、で融資してもらって、まだうちはそんなお金を動かさないからそんなに額はないんですね、これがね。で一生懸命こうやってるうちに、3年計画でその借金を昔の選手とか業者とかいろいろ少しずつ払い出したら、遅れてたその支払いの銀行がもう手を開かすまで、待ちますからっていうね。そういうステータスが少しずつできてきて、だん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 3年間で借金全部返して200社までのスポンサーがついたんですよ。そしてもう一つ僕覚えたのはね、スポーツはね、勝った負けたっていうのはきっかけであって、地域と密着、誰のためにやるかというのはね、スタンドに来る人たち、選手は引退したらみんな残らないの、地域に。スタンドはみんな地域の人が来るの、子供が大きくなってきて、その子供がうちの選手になったりね、大人が年を取ったりね、あれが街に出てみんな交流しだすきっかけがスポーツだよね。マスコミってみんなね、勝った負けたってこうアイドルに行くけども、そこじゃないのね、やっぱりスタンドって。そしてあとはね、やっぱり僕もびっくりしたんですけども、同じところに座る癖があるのよ、人間っていうのは。だから買い物になったら走るの、その場所を取るのよ、重責をね。でそこに仲間がいるから、そこに集まりたいんですよ。ただだんだん仲良くなって、それが終わったらみんなで町で交流したり、友達になっていく、町が平和になる、子供挨拶するになる、それがスポーツのよな。だから地域のためっていうのはスタンドのため、お客さんをどう喜ばすということを条件としてやって、まあなんとか生きたんですね、これはね。来てよかったですよ今日。いや本当に言いたいことも僕もそこはあったんで、いや本当僕も GM になんないと分かんないことたくさんやっぱあったんで、あこういう感じで僕らはプロとしてやっていけてたんだなっていうのが、僕設営も手伝ったりしたんで、あこういうふうに作ってくれてる方たちがいて、あこういう感じで地域の人が動いてくれてたんだって、ボランティアも来てくれたとか、あすごいなっていうのはもう GM になって初めて分かったんで。
今だと結構居酒屋とかで隣でガイナレまた負けやがったなとか嬉しいんですよ。でもそういう話題を居酒屋とかで気にしてくださってるってことじゃないですか。負けた勝った、僕らコンビニとか行って向こうでまた負けたなぁ GM とかで勝ったら、うわよかったな昨日いい試合だったねとかって、あれがめちゃくちゃ嬉しいんですよ。家族も6年間小学校も向こう入って住んでたん で本当にそのさっきもおっしゃってましたけど、やっぱ地域の方喜んでくれて、同じマンションの方なんてみんなでガイナレツアー行こうっつってエレベーターに貼ったんですよ。え、ガイナレツアーって何ですかみたいな僕は雪かきをしてたんですね、マンション全部、あの太陽があったんで2人若い方で全部やっちゃったんですよ。で喜ばれてみんなビール買ってきてくれたりとかして、そういうのからなんかガイナレ応援しますみたいな、本当にこう今までサッカー見たことない人も見に来てくださったりとかして、いや大事にやそれだから、ここがやっぱり地域を巻き込むということ。普通なんかこうサッカーを強くするためにだったらもうとにかく強化費じゃないですか。でも結構サッカーの運営のルールって一番最後に来るんですよ、強化費。まず運営できる資金がないともうダメです、大会しなきゃいけないですし、でまず遠征費とか、ホテルとか宿泊代そういうのを抑えて、あとフロントの人間の給料でいろいろあるじゃないですか、いろんな資金がかかる中で最後の最後に強化費なんですよ。でこれで何とかしてくれとこれで人数集めてくださいと、でこれはもうスカウト力にかかるんですけど、いや本当にもう目つけておいて、もう全然無名な大学生だったり、どっか入れない引っかからないような選手を見つけておいて抑えておいてみたいな感じで取り返すんで、も資金力がないで夏にウィンドウっていうのが開くんですけど、そこで選手またあの移籍させたりとかいろいろできるんですね。で僕が GM になった年に点が全然入らないんですよ、ずっと引き分けなんですよ。でストライカーがいなくて、でも取る資金ないからどうしようかなって言って、たまたまその塚野と境港っていう港がありまして、でそこがあのカニとか魚の水揚げ量が日本一なんですね。あれカニが高いのよ。そうなんですよすごい高い。でも鳥取場合安いんですけどあのそれで行ったら、支援はできないけど魚とか捨てるぐらいあるんだよねみたいな話が入って、じゃあそれをなんかガイナレさんが宣伝してくれたら半分ぐらいガイナレさんの資金にすればみたいに言ってくださったんです。でその時にちょうどふるさと納税が流行ってる時 であの仕組みを使ってなんかできないかなって言って使うのとかいう考えてて、で僕また呼ばれて、僕あの漁師の格好してくんねえかみたいな、なんすかっつって、で漁師の格好してでこの魚こうやってやって写真撮ってで買ってくださいと。でそれはどういう仕組みかというと、まあこの魚選んでいただいて、で5000円で買っていただいたお金がガイナレに入る、ガイナレっていうかまあ半分入って、その資金で選手を取るっていう、でストライカーを企画で野人プロジェクトだったんですよ。で確実にストライカー取るんで皆さん協力してくださいって言って、最初僕がその厚労省いただいて J リーグアウォーズで言ったんですよ、あの皆さんあのクリックしてくださいみたいな。そしたらもう村井ちゃんもこんななってましたけどあの野郎変なこと言いやがったみたいな、もう言っちゃったんで止めれなかったんですね。それでなんかそれやったらやっぱり結構そのやっぱ反響がすごくて、4000口ぐらい来たんですかね、忘れちゃいました。結構すごい、もう1日でもう何千口来て、それでで皆さんが勘違いしたのが僕が漁師になったみたいになっちゃってあの野人が魚人になったみたいな出てたんですよ。でも本当にすごいもう評判あれだった、2ヶ月やってもうそれですごい資金貯まって、でそれで取ったのがフェルナンジーニョかだったんですよ。でこれがすごかったんですけど、ウィンウィンウィンになったのが、まずそのうちはその選手取れるじゃないですか、ストライカーこれで取れる、でも買っていただいた方はこんな美味しいカニ5000円でいいのみたいな、ものすごい喜んでるわけですよ。でここでフェルが大暴れしたわけですよ、フェルナンジーニョが。だって5試合で7点取るわけですよ島によりハットトリックするわけですよ。そしたらみんなが俺の
魚のおかげなんだよ、このカニのおかげであれなんだよ、フェル取ったんだよみたいな、皆さんが喜んでくれてたから良かったです。あれでフェルがこけたら僕やばかったです。で本当にこう今なんか東京とかで歩いてると、今までだったらあの V ゴール見ましたとかレッツの時お会いしましたじゃないですか、お魚買いましたよとかめちゃくちゃ嬉しいんですよ。え、知ってきてくれてるんだみたいな、大阪行ってもそうですね。だからもう本当にそれはすごくやっぱやってきてよかったなっていうのがすごい喜んでいただいたので、今でも続けてるんで、またぜひ。Vamos registrar o meu canal.